対戦よろしくお願いいたします。なんだこのパーティー、えらい個性的だな。海洋画とレジアイスか、なんとも言い難い組み合わせかな。モジャンボいんのか。うわーこれ対策しづらいな。雪の王、天候変化がこちらと同じあられなのでバイバニラの個性が潰されるということはないね。ただ他のメンツが全体的に何をしてくるかよくわからない。お互いにオーロラベールを張り合う展開っていうのもちょっと想像できるかな。そうなると先にオーロラベールを張ってもちょっと厄介になるかな。シザリガが竜舞で積んでくる方とかだとかなりきついからね。海洋画のためにもレジエリキは入れておきたいか。となるとレジエリキ以外の残りの2体をどうするか。ドサイドンはちょっときついかな。弱点を取られるタイプが多すぎる。え、多すぎるじゃない、全員タイプ1で弱点取られるよ。逆に言えば弱歩発動のチャンスではあるが、弱歩ドサイドンからラストレジエリキで無双はちょっときつそうな気もするから、バイバニアネクロズマの並びにレジエレキを入れよう。ランドもちょっと活躍が厳しいかな。シャンデラも、シャンデラからの並び自体はいけそうな気もするけど、とりあえずこっちでいきます。でん、対戦よろしくお願いいたします。オーロラベールは警戒したいところなんだが、難しいなこれは。ていうか先発でバイバニアがワンパンされるような相手来たらやばいんだけど。来そうだよ、やられそうなやつ来たよ。雪降らし、むしろ向こうの方が警戒して止めに来たって感じかなこれ。オーロラベール打ちますが、ワンパンは多分バカ力でもされないと思うが、あれ向こうの方が遅い。竜舞はしてくると思ったけど、叩き落とすと先制で撃たれるのが怖いと思ったんだが、耐えた、強い。先手叩き落とすされて光の粘土なしの状態で打ち込まれるのがやばいかなと思ったんですが、とりあえず耐えたか。ここは普通に殴ってくるかもしれないけど、今一つの吹雪でワンチャン狙うよりは自爆で次に繋いだ方がいいでしょう。竜舞される恐れもあるし。引っ込めたか？アイス。アイスね。行くぜ、自爆。ドッカーン。めっちゃ入る。さあ、ここはネクロズマを見せて、警戒させよう。向こうは壁とかも何もないので、レジアイスは、特殊方面に硬いだけだから物理には弱い。メテオドライブ撃たれたら落ちるのは間違いないでしょう。となるとどうすればいいかをかなり警戒してくるはず。素早さを振ってるレジアイスっていうのも想像できないし、仮に振ってても多分ネクロズマの方が早いしね。スカーフとかでもない限りは。これは一応撃っといた方がいいかな。まだターン的な余裕もあるし、レジアイスになんかされて困るっていうのもあり得るんだよな。メテオドライブを撃たれて困るやつもいるか。とりあえず撃っときます。引っ込めてきたか。海洋がいたか。ちょっとこれは怖かったんだけど、海洋が来たらそれはそれで削れると思ったんで、メテオドライブいます。うおー、どっせいや、ほらー、いいダメージだ。これはね、耐久振りとかでもない限りレジエレキで無双できますね。なので、ここはネクロズマをちょっと失ってしまってもいいので、レジエレキにちょっとダイマックスピンを残したい。メトロドライブでこれでしょう。150、半径75。75でこれならタイプ1でもうちょい入るなら、でもワンパー無理かな。ここで海洋画にダイマックスをされても構わない。サイコファングを撃つ。いや、サイコファングワンパンできるのを狙ってリルマイを撃ちます。スカーフ潮吹きだったか。でもこれなら耐えるでしょう。
あーってことはこれじゃあ落ちないか、てか抜けないかな。スカーフ、相手がスカーフだったとしたらちょっと抜けないですね。一応打っときますが、乱数で耐えないかな。耐えましたね。でもスカーフは確定したので、お、落ちた。吸収じゃない。これ、シザリガーがちょっと怖いかなーってなるけど。あれでも、スイスイだったっけ？シザリガーってスイスイはないと思うけど。そうか、こうなるか。地震。あ、悪事があったか。さすがに壁込みでも耐えないか。でも悪事ってことは多分、あれですね、適応力でしょう。そうか、適応力雨か。それは結構まずいな。めっちゃ減るんじゃない？でも向こうはダイマックスしたら悪事打てないから、とりあえず上から第3打でいけるはず。ちょっとレジアイスを残したのが怖いんだけど、そもそもここなんとか なるよな。なると思いたいんだけど。悪事。結構入るな。だがアイスはきついだろ。オッケー。これ問題は、ああ、そうか、レジアイスダイマックスを考えてなかった。これはいかん。エレキフィールドがあればなんとかなると思っちゃったんだけど、どうだろうな。アイスいるよね。結構削ってあるから。あー、でもこれ2発かかるな、多分。どうなんだ？ワンパンしてくれればそれでいいんだけど。だよねー。わかってんなー。しまった。これは、レジアイスを大事に見るべきだった。アイオーガのスカーフを警戒するんだったらサイコファングでダメージを与えておくべきでしたね。そうすれば2発目の潮吹きのダメージを抑えられたかもしれない。かって、なんだこれ。これダイアス耐えないかもしんない？壁あっても。いや、なんだこれ。ちょっと微妙だな。相手ダイマックス。ちょっと待って、これ。バイバニラの、攻撃力が103でしょ？エレキが101。で、自爆の威力が200で。いや、でも自爆が半分減ってないんだよな、普通の状態で。ってことは第3弾の方が火力出るよな。150大アタックでこれ落ちないよな。レジアイスの防御ってそんなに柔らかくないよな。これはきつい。急所。ダメだ。一発か、足りない。これ耐えないか、アイス。この時点で耐えないか。てか、アイス耐えても、あられと玉ダメで死ぬから無理だったな。うわぁ、正直これ勝ったと思ってたな。対戦ありがとうございました。エレキに逃げられたのはデカすぎる。そうか。これ、結果論的には、交代のタイミングでリュウマイ積んで圧をかけて、それで無理やり狙っていった方が良かったかな。というか、海洋画にダメージが通ったのを見て、もうあの時点で海洋画は上から、なんとかできると踏んで、レジエレキで。ダイマックス機のネクロズマに渡しても良かったかもしんない。対戦よろしくお願いいたします。また嫌なパーティー来たなこれ。オーロンゲもいるし、ウーラオスもいるし、ポリツもいんのか。
苦手なポケモンてんこ盛りって感じだな、これ。どうしような、ウーラオスがどっちであっても、てか連撃だと大体どうにもならないんだよな。先発ウーラオスがあり得るかどうかだけどな。でも先発水ウーラオスだとマジで積みかねないので、エレキはどうにかして入れておきたいんだけど。これ見分けつかないよな、本当に。アイコンの違いが全くわからないっていうのが有名だけど。ランド。戦い方を変えてもいいのかな、これ。また高校の尻尾トリックされると本当に困るんだよな。先手水ウーラオスだと本当にやばいんだよな。エレキ。ネクロズマ。ドサイはきついかな。ランドもちょっと微妙な気はするが。いや、一応ランドにしとこう。ウーラオスとオーロンリーに対する打点がやばすぎるな。対戦よろしくお願いいたします。アクタイプ入れた方がいいかもしんない。先発だ、あれだ、エースバーン。先発エースバーンか。何してくんだ。先発ダイマックスはちょっと警戒できないというかないと思うので、ちょっとリフレクターからいきます。やってくんのかよ、もう。マジでエースバーン何やってくるかさっぱりわからん。初手ダイマックス？エースバーンで？ってことはこれ、あれかな。ウーラオスは水っぽいな。壁。巨大火球だよな、これ。一発耐えたかな？なんとか耐えました。向こうも弾か。じゃあ、とりあえず10万で削っておくか。もう不意打ちないもんな。ただ、ここで削って大丈夫か？見えないんだけど、上誰だったっけ？あれ、本当に誰だったっけ？ウーラオスと、もう一体嫌いだって言ってたやつがいたはずなんだけど。あ、オーロンリーだ。オーロンリーねー。まあ、どれだけ速さがあっても上は取られてしまうから、微妙かな。とりあえず10万で削れるだけ削る。めっちゃ入る。でもそうか、めっちゃ入るけど、一発耐えるんだったらもう普通に殴ってやろうかって感じか。無駄急所を食らいつつ。さあどうしよう、これ。ランド大ジェットっていうのも手な気はするんだが。壁があるうちにネクロズマで積む？積めば一応なんとかなるのか？いや、ここランドできます。威嚇入れて、こちらの耐久を疑似的に上げて、相対的に上げた状態で、ダイジェットかな。ダイジェットで大半の上を取れるようになれば、かなりいい感じではあると思うが。これ、ポリツーいるかな？いそうな気がする。ダイジェットできます。向こう先手なんで、動きを変えられる可能性は怖いけど、リフレク込み壁だから、ん？リフレクプラス威嚇なので、ダイマックスしてダメージはだいぶ抑えられるはずだが、何をしてくるかだな。火球で殴ってくるっていうのはないと思うんだけど。お前もダイジェットあるんかい。地味にやってほしくないことをされたな。嘘でしょ、威嚇プラス壁でこのダメージ入んの。
とりあえずこっちの大ジェットで向こうは落ちると思うが。危ねえ。オーロンリーがいるなら出てくると思う。問題はラスイチか。うわー、ミミッキュ。ここは大ロックでいいかな。ちょっと固定ダメージを少しでも入れておきたい。鶴舞狩り打ちはないと思うけど、呪いとかそっちじゃないの。他になんかヤバそうな技あるかな。ミミッキュは川で一発耐えに来ただけな気がするんだけど。でもミミッキュいたか。何してくんだ本当に。鬼火？わからん。本当にな、ミミッキュは何してくるかわからない。鬼火が一番ありえそうだけど。皮剥がれて、定数ダメージ入って、砂嵐でダメージ入ってで。うわぁ。これは嫌すぎる。ちょっと待って、鳥る？ラスト誰だ？ウーラオスか、まさか。でも向こうもダイマックスはないんだよな。わからんなーこれ。ダイアースが130、ダイジェットも130。トリル。トリックルーム鬼火かな。特殊を警戒してダイアース撃っとこうか。どっちみち素早さはもう意味ないしな。外れた。これはちょっとかわいそうだけど、でもこの、一発食らわなかったことがでかい可能性もあるから、ありがたく受け取っておこう。当然のようにワンパンしていく。ラスト誰だ？リフレクティ入れて。トリックルームを張るような相手だろ？ポリツーがいるのかどうかかなと思ったんだけど。悩んでる？オーロンゲか。しかしオーロンゲなのか。オーロンゲか。どうだ？ラスイチのオーロンゲはあんまり怖くないと思うんだけど。ランド。どうだこれ。ダイマックスもないんだよな。普通に殴って大丈夫かな。いや、俺はネクロズマが HP 満タンだったらオーロンギの不意打ちは、ああ、よかった。めっちゃ考えたけど、対戦ありがとうございました。不意打ちを耐えるんだったらここで地震で削っておいた方がいいかなっていう風に考えて、殴りましたが、威嚇を入れた方が良かったんだったら、ネクロズマ交代もありかなと思ったんですけどね。いや、なんとか勝ててよかった。めちゃくちゃギリギリだな。オーロンゲが出てくるたびにビビってるし。